どうも、なんとか15男です。今回はですね、兵庫県の姫路市にあるものづくり大学校というところに来ています。実はですね、僕とケロさんは職業訓練校というところを出身でして、その姉妹校ですね、僕らが行ってたところは神戸の学園都市にある、神戸高等技術専門学院というところなんですけど、それの姉妹校であるものづくり大学校に最新のゴジックマシニングセンターが入るということで、今回取材しに行きました。早速行ってみたいと思います。ここにね、ゴジックマシニングセンターで作ったレース用のエンジンヘッドカバーがね、展示してあります。これ多分ね、ここで作ったわけじゃなくて、この佐藤正樹さんっていうところで、ね、作られたものが展示されてます。アルミの削り出しのヘッドカバーですね。すごい綺麗で、あと機械加工だけじゃなくて、他のコースとかもあるかな、あの木造建築コースなんかもあったりして、これ技能大会のやつなのかな、分かんないけど、寄贈されたものですね。すごいこう精密な木工で作った、木組みのものがあったりとか、あ、技能グランプリって書いてます。これ技能グランプリの課題ですね。すげえ。めちゃくちゃ精密なカット、組木ですね。組木で作られたやつ。これが木造建築コースだったりとか、あとは何だろう、これ銅で作った溶接で作った三輪車みたいなとか、電気工事士の課題かな、これも。あと住宅設備コースの配管系があったり、ものづくり複合コースっていうのもね、あるみたいで、これなんですかね、木なんですけど、表面がなんかザラザラしてるような感じがしたり。で、ここが我々の専門でもある機械加工コースの作品ですね。これはさすがに違うと思うけど、すごい精密な機械の組み立て部品があったりとか、まあ、ダンベルですね。腹筋ローラーではありません。ダンベルです。で、これが、技能五輪じゃないな。これは2級ですね。普通旋盤作業の2級の課題がこんな感じだった気がします。確かね。はい、これのサンプルが展示されてあったりとか、あとは金属塗装コースですね、塗装なんかザラザラした塗装とか、なんかいろんな、すごいですね、これ塗装なのこれすごいとか、まあ、FRP のフィギュアが展示してあったり、あと溶接ですね、ティグ溶接、これも溶接コースだとこういうのが学べるよと。いいですね、ティグ溶接。これも溶接か、溶接作ったティラノサウルス、鉄製の、あ、作ってる様子が書かれてますね。これも溶接コースの方が作られたやつですね。すごい、まあ、こんな感じでですね、機械加工だけじゃなくて、まあ、いろんなコースがあって、まあ、いろんな、ね、勉強ができる学校となっています。まあ、ものづくりを、ね、学ぶにはすごいいい学校なんじゃないかなと思います。もうそろそろ始まるようです。それでは森本シニアエグゼクティブフェロー様よりキーをお預かりさせていただきます。今回のこのゴジクのマシングセンターは XY 軸の方が、リニアドライブといいまして、リニア駆動で動きます。本来であればボールネジで、ネジの遊びの誤差にどうしても生じてしまうんですけれども、今回はネジの遊びが一切ありませんので、従来の精度の10倍程度の XY 軸 の、 あの精度の機械となっております。はい、というわけで、ものづくり大学校の機械加工コースの説明をしていただきたいと思います。実はですね、こちら永井先生っていう方なんですけど、僕の恩師です。神戸高等技術専門学校からこのものづくり大学校に移動されて、今ものづくり大学校で機械加工を教えられている永井先生と、あ、秋山と言います。秋山先生ですね。で、まあ、コースの説明はじゃあ先生からお願いします。料理をイメージしていただきたいんですけども、大根とか人参とか切ってレシピ作っていくと料理になるというのと同じように、こういったものからこういったネジとか段とかが入って、精密な寸法が入って指示通りに作られて形を作っていくということを、まあ、勉強していけると。最終的には
技能検定を目指していて、そうですね、3級ですよね、技能検定の3級が合格するのを目標として専科を勉強していくと。刃物と材料が削れるっていうところを、現象を実際に削って感じてほしいんですね。で、最近はコンピューター制御の機械、まあ後で紹介させていただきますけれども、コンピューター制御の機械が主流となっているので、最初からそれでいいじゃないかって考える方もいるんですけども、現実にはこの機械で、まあ、豚骨さんとかもよく動画とかで汎用旋盤に挑戦とかされてますけれども、刃物と材料がアプローチして削れてくるっていう現象は、汎用旋盤でやるのもコンピューター制御の機械でやるのも同じことが起きてるんですね。ですから、自分で考えて、自分の目と耳で感じて、汎用旋盤またはまあ汎用フライス盤などで実際に自分の腕を使って材料を削って、状況を見て切り子の色とかを見るっていうことが非常に勉強になってきて、後でコンピューター制御の機械を使う時のプログラミングだったりとか操作の時に反映されてくるし、加工方法のアイデアとかも浮かんでくるわけです ね。やっぱりコンピューターもいいんですけど、実際にこの手に伝わってくる振動とかで、あ、切り込みすぎたなとか、ちょっとチャック圧が不安定だなっていうことが手で伝わってくるんで、そこがやっぱり機械とコンピューターの機械との違いが出ますよね。入校される時には、初心者だった方でも卒業の時にはこういった形を、図面を見て自分の考えで削ることができるようになって卒業されていきますので、卒業した時にすぐ即戦力として働いている方も多々おられます。僕もだってここで素人で、高卒で通貨の高校から素人で入って旋盤を覚えて、そこから旋盤の会社に就職して、働いてたんで、本当に手に職つけるならもう機械加工コースが非常に僕もおすすめかなと思います。丸物が得意なのが旋盤なんですが、こちらは角材を削るのが得意な機械になってまして、丸物と四角物、この両方を制することで切削加工の基本を収めたと言えなくもないというような、二大巨頭のような機械の一つです。このように角材に対して平行直角の形を作っていくようなのが得意なのがフライス刃になります。こういった刃物がここに取り付きまして、まあ、材料に対して材料が動いていく、刃物が回転するということで削り取っていくという形なのが汎用フライス刃になります。まあ、作ったものを測定するところ、そうですね、加工するのに、物を作るだけですと自分がどういうサイズで作ってるかっていうのが評価できないので、はい、測定するっていう能力の方が実は大事なんじゃないかっていうぐらいとても大切でして、はい、最初に一番大事なところで、やっぱ測り方に悪い癖ついちゃうと、ずっと寸法うまく測れない人が結構多かった、卒業間際まで結構うまく測れなかったりすることもあったりしてしまうので、結構最初の測定の時間は大事ですね、かなり。ちなみにこの機械加工コースでは、工作機械を使った実習のほかに CAD キャム、切削理論、製図、材料力学など現場で必要とされる内容を1年かけてしっかり教えてもらえるので、求職者の方も自信を持って就職活動することができます。これで授業料無料ってすごくないですか？はい、ということで、ね、先生が変わりまして、高松先生です。高松先生も僕の恩師で、前の神戸高等技術専門学院の時にお世話になった先生が移動されて、今ものづくり大学校で機械加工コースを教えられています。高松です、よろしくお願いします。でさっき、CAD キャムの話が出たと思うので、その流れでその CAD キャムを使った、このカーニングセンターと呼ばれる機械の説明をしてもらおうかなと思います。めちゃくちゃ綺麗ですね。そうですね、まだ丸1年ぐらいしか経ってないんで、結構綺麗ですね。はい。じゃあ、汎用旋盤の説明があったと思うんですけど、その汎用旋盤と同じですね。これ、チャックが回ってます。旋盤でもこう回ってたと思うんですけれども、その旋盤がプログラミングです。制御機がありまして、その制御機でプログラミングされた通りに中が回転だったり、工具の交換だったり
移動とかを自動でボタン1回押したら削ってくれるというのが、ターニングセンターと呼ばれる機械となります。ここに今ワークって言って素材を持ってるんですよ。これもう削り終わったものなんですけれども、もともとはまん丸のアルミの棒です。でそのアルミの棒をここに掴んで、ぐるぐるこうやって回って、でここにいっぱいツールがあります。このツールをガチャガチャ変えながらいろんな加工をしていって、こちら側を作ってます。でこういう丸いところがターニングの、切削となります。切削と言います。まあろくろで、こうなんか壺を作るような、そういうふうな感じでガリガリ削っていきます。でここのこのまっすぐのところはビーディングって言って、これターニングセンターでビーディング機能がついているので、まあ、ちょっと丸じゃないものもできる、ちょっと高度な機械となってます。これターニングセンターなんで、一応複合加工機に位置しているので、ワンチャックで加工、1回の掴んだだけでできるということになります。でこれ主軸が実は2個ありまして、この機械のポイントなんですけど、第二主軸っていうのがついてるんですよ。で本当だったらこれだけで終わりで、この後こうやって掴み直してまたこっち加工しないといけない、その手がいるんですけど、あとこの位置出しとか割り出しとかが必要なんですけど、この機械の場合はこのままこっちが取りに行って掴み直して、でこっちで削ることができる。ボタン1回押しただけでこれが本当にそのままできると、両方加工できる。そうです。でボタン1回で全部できる、精度がいいものができますよっていうのがこの一番最新の機械となります。ちなみに向こうにもう一個古い、NL っていう X が付いてないバージョンの場合は主軸が1個しかなくて、で、まあ、片側だけで、これが最初の基本の勉強をして、その後こっちもいろいろやりますという、こういう流れになってます。どっちもターニングセンターです。それで今のこれはもう言ったら授業みたいなんで、基本覚えましょうっていう、面白くないって言ったらあれなんですけど基本の基本を勉強するんですけど、こういうものも作れます。これベルなんです。削り出しハンドベルですかね。これ一体型ですよね。よくあるのがサイコロみたいな角の中に丸が入ってるやつの応用編みたいなもので、後からこの軸を入れてるんじゃなくて、もう一発一体ものでできてます。一個のブロックから作ってます。なので中はこういう感じでできて、ポロッと最後取れたと。これはさっきの永井先生が作られた。そうですね。こちらのベルを作った永井先生ですが、 DMG 森世紀が主催するドリームコンテストで何度も入賞しており、この汎用旋盤で作った削り出しカップやルーローの三角形ネジでも金賞を受賞されている正真正銘のグレートティーチャーです。先生がこうやって遊びながら授業してくれるんで、生徒としてもやっぱりやりやすいって言ったらですけど、なんか学ぶ楽しさっていう的なものが出てくるので、非常に、楽しみながら学べるんじゃないかなと思います。でゴジックのマシニングセンターってさっきはあちらにありましたターニングセンターは丸物ですね。丸物を加工していたんですけれども、こっちは金型とか角物を加工することができます。でこれ全部がこのゴジックのマシングセンターで作ったわけじゃないんですけども、ちょうどこの春、2021年度生作品です。学生が作りました。学生が作ったんですか。はい、学生です。もうトライアンドエラーをしながら作っていくのが目的でして、私たちは助言、大きな助言しかしなくて、学生が自分らで考えて、さっき使ったキャドも全部自分で書いて、キャムを使いまして、でここでセッティングして加工すると。で失敗をしながら、なんで失敗したんかなとか、アプローチが悪いんかなとかいうことを学んでいって、最終的に一つのものを作るっていう、そういうふうな授業が3学期にあります。でその中のここら辺丸いものはターニングセンターですね。さっき言いました、そういうもので作っていくんですけれども、このゴジックのマシングセンターで作るのはこういうふうな四角いところを作っていくのがゴジックとなります。あとでちょっと加工を見ていただこうかなと思うんですけど、まさにこれが一番重要パーツでして、すべてのエンジンの星型のエンジンの位置決めがここでバチッと決まらないと回らないので、
穴からの距離とか、そうですね、ここ基準の円としまして、この角度とこの距離、おっしゃる通りで、この穴とかも全部合わないといけない。これは両側から挟み込みますので、これとっても大事なんですよ。これはさすがに汎用では精度が怪しいんで、5軸でやりました。で、5軸で今実はセッティングしてるんですけれども、この前学生がやったプログラムをそのまま後で自作をしてみようと思います。今からここの5箇所のこの溝の部分ですね、それを削っていきたいと思います。どういう風な形で削るのかは見ていただいたらと思いますので、はい、お楽しみにしてください。お願いします。はい、あーテーブルか。はい、これが5軸ですね。でこの時に気をつけないといけないのは、こうテーブルにこう機械が当たりそうになるんですよ。はいはいはい、はい、すごいこう突き出してるんです。実はジグがめちゃくちゃこう出てるのはそういうことでして、普通にバイスに近いところだともうクラッシュです、はい、そこも考えてやってます。まあ、加工内容的には不利になっちゃうんですけど、こうした方がまあいろんなところからアプローチできるんで、あえてこういう段取りをしているってことですね。このかさ上げにもまあ意味があるということです。これも生徒さんが作られたプログラムです。そうですすごい 100% 学生です。すごいな。キャドもキャムも条件も学生です。あ、条件もですか。はい、で問題があったらその時に何が悪かったんやろうなっていう会話をして考えてもらって、うん、トライアンドエラーを繰り返すという。でどうしようもなかったらもうちょっとヒントを出しますけど、はいはいはい、基本的に自分で考えましょうっていうヒントだけを与えていく形です。すごいな。答え言っちゃうともう答えをもらえるってなってしまうんで、そうですね、せっかくの自由課題なのに、うん、その良さが活かせませんので、まあ、こういうカリキュラムの中には自由課題ができる時間もあるとですね。すごい星型エンジン。はい、じゃあ最後ですね、こちら今回このものづくり大学校に太陽って言うんですか。太陽です。太陽された、最新鋭の五軸マシニングセンターです。やばいです。金額言ってもいいんですか。金額は、工事費込みで7000万。7000万、大体だから新車の原付ぐらいですね。やばいっす。めっちゃ羨ましい。これを生徒さんが使って学べるんですよ。はい、まあ、今回はね実際に削ったりはしないですけど、あ、はい、まず ATC ですね、ツールを交換して、でこれは B 軸 C 軸が動いて傾いた状態で割り出した状態で動いてるんです。5軸加工の割り出し加工ですね。そうですね、割り出し加工です。わうわ早っ。で同時5軸のイメージですね。今 C 軸回って XYZ で B 軸も回って BCXYZ 動いてます。10曲目の加工になります。うわこれ B 軸ですね。はい、うわすごい角度いきますね。B 軸だけは取ってもこのままでもいいかもしれない。角度エグ。で次 C 軸が C 軸ですね。あこれが最高どれぐらい回転するんですか。あ、今はただ割り出しなんですけど、この次にターニングのセンサー加工します。縦旋盤みたいな加工ができる。そうですね。あ、これか旋盤用の今バイトが来たよね。外径の切削バイトが出てて、これが今旋回転で旋回転。はい、うわ、まあ、これができるだけでまたね違った加工ができるんで、まあ工程をね減らせるんですね。旋盤加工の旋盤工程を減らせるんで、うわあ贅沢すぎません？そうですね、せっかく来ていただいたので、はい、ちょっとお土産があります。あ、お土産ですか。はい、お土産はちょっと待って、はい、ね、何もないとちょっとなんか悪いんで、ちょっと ありがとうございます。まあ実は結構この撮影決まったのが
4日前とかでしたかなり急で、もう先生に言われたら行くしかないということで僕ね飛び込んで行ったんですけど、その実際行ったは行ったけど取れ高が心配だそうで、なんか面白いものないかってことで、お土産をのプログラムをね、はい、作ってくださったそうです、はい、なんでその加工も見せてもらおうと思います、はい、チタンの六角棒でして、はい、ここからまあちょっとなんとか重工さんにっていうお土産をちょっと作ろうかなというので、ちょっとあの4日前の中からはい、はい、ゼロから立ち上げさせていただきます。うわすごい、だ先生のねテンションがね低いんですよ。これは徹夜したからですこのために徹夜したそうです。本当はねもっとテンション高いんですけど、気づいたら朝でしたいや先生やりすぎですってあ今軸が完成しました、はい、今ネジ、次は仕上げです。あ仕上げ、仕上げすぐです。あら仕上げやってネジ切り、突っ切りかな、はい、で、仕上がりまして、次が一回ちょっとあの切り粉が絡んでしまう、多分テストしすぎて歯が摩耗してきました、はいはいはい、先にちょっと溝加工です。あ溝加工、ね、ネジの結びですね、結びをつけます。こういう状態になってます、はいはいはい、この後ここに面取り入るんですけど、ネジ入って六角削って、はい、字書いてみたいな感じで流れになっていくんですよ。おお、単面に盛り込むんですか。ここに何かある文字を書いていきたいな。そこか、はいはい、なるほど、思っています。刻印加工みたいな、刻印加工入っていきます。次ネジですね。これがネジ切り、 NC のネジ切りは早いけど、まあ、チタンなんでそこまでめちゃくちゃ回さないんで、早っ。次が六角の仕上がりです。結構ギリギリじゃないですか工具長。はい、でここがちょっとポイントなんですけども、スロープのように加工していってるんですね。あ、ヘリカルですか。ヘリカルでいってます。六角形をヘリカルで入ってます普通は切り込み入れてから側面加工していくんですけども、 Z とこのプログラム見ていただいたら分かるんですけども、 X と Z と C 同時に入れて三軸同時で スクロールでこう入ってるってこと。なんであえてそうやったんですか。その方が取り代が少なく点当たりしていくので、はいはいはい、切削テープは少ないんです。一回切り込み入れてから切削するとベタ当たりするんで、はいはい、もっとなります。なるほど。これ比較したいんですけども、切り込み入れてから側面加工した方がはるかに大きい音出ます。あ、これで収まってる方なんです。はいはいはい。まあ、この工具の先端部分で加工するんで、摩耗とかはやっぱりこっちの方がちょっとありますかもしれませんね。まあでも抵抗は圧倒的に少ないと。そうです、そうです。だから表面も少し向上する。ただちょっとテストしすぎて音が大きくなってきました。次があっ刻印か。はい、名前をちょっと入れさせていただいております。ごめん、ちょっと見えないんですけども、おそらく削れてると思うんですが、あ、削れてますね。今ちょっと見えますか。なん、ちょっと上から見下ろす感じの方が字が出てますかね。あの六角形のところに字が。あ、OK、おお、綺麗。削ると、はい、でここから第二飼育出てきます。これが怖いですよね、結構慣れないと。そうですね、ちょっと一回ここでこんな状態になりまして、はいはい、こんな状態になるんですよ。こちらの爪で掴みに行くという工程があります。ちょっと行きますね。ちょっとうるさいとこもありますが、行きます。まあ受け渡しですね。これはね結構怖い、慣れないと。一回干渉する可能性なので工具台を左に逃がします。移送動機制御というのが入りまして、第2と第1の爪の位置が合います。ああ、そういうことか。爪の位置を合わせて、はい、で左が手を離して、はい、右が掴んでみたいな、はいはいはい、右が掴んででニョキッと出します。で、はい、出す量は次の加工の長さで止まります。ああ、連続運転できるようになってると。はい、いやー、すげえ。
今これで完成ですか。はい。おお。はい、これで完成ですね。完成です。はい。とか十個ということで、はい、あのチタンのなボルトです。ボルトでこの後陽極酸化処理してもらえるってことですね。それはなんとか重工さん、ね、うちの方で、はい、なんとか重工さんの方に やらないです。ありがとうございます。はい、すごい綺麗。すみません、あのノコの線が入っちゃう。大丈夫、あの後でもう一回つける。あ、全然いいですよ。はい、こんな感じで、まあ、加工もね、まあ、仕事なんですけど楽しみながらできるんですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで今回は僕の母校の姉妹校である、姫路市にあるものづくり大学校に来て恩師2人に会って、まあ、いろんな、加工とかを見せてもらいました。で最新のね、こういった機械も見せてもらって、まあ、非常に、まあ、これから入る生徒とかいろんな勉強になるんじゃないかなと思いました。で最後に、まあ、先生方に、まあ、宣伝というか一言いただいて動画を締めたいなと思います。じゃあ、じゃあ順番にお願いします。あ、はい、あの説明、はい、していただいてあのすごいスペシャルな本当に先生が揃ってますので、あの募集の方、はい、あのどんどん来ていただけたらすごい嬉しいです。一緒に機械加工について学びましょう。はい、こんな感じで楽しく加工してます。ぜひとも一緒に学びましょう。はい、楽しかったです。ありがとうございました。はい、こんな感じで、まあ、僕ら YouTube の原点ですよ、マジで。本当に原点はここなんで、まあ、ここじゃないけど姉妹校なんで、まあ、そこでものづくりの楽しさを学んだからこそこうやって YouTube で発信して、それをね皆さんに共有してるっていうことなんで、ものづくりにある興味のある方はぜひ、こういう、ね、職業訓練校っていうところの入学を検討してみてください。ご視聴ありがとうございました。あ、すみません、この動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録をよろしくお願いします。Twitter、Instagram やってますんで、お願いします。ご視聴ありがとうございました。さあさあ最後、ぐだっちゃいましたよ。とんこつさんから紹介いただきました、永井と申します。本日はものづくり大学校にお越しいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。硬いです。硬い。